井端、小学生に対して指導する。侍ジャパンの監督になった井端氏の育成論はどうなのか。世界一に輝いた栗山氏の後釜となると責任が重い立場であることは間違いないか。どのような野球をするのか示唆するような出来事があった。井端野球どうなるんやろな。井端って WBC のイメージ強いよな。2013の時はマジでしびれたで。2013とかえ日本代表暗黒期。ヌートバー、近藤、大谷、吉田、鳥谷、井端、内川、阿部、文庫の比べるのは失礼なんだろうけどサッカーよ。そんな侍ジャパンの井端弘和監督が年末に行われた小学部6年生による NPB12 球団ジュニアトーナメント KONAMI カップ2023を連日視察した。優勝した横浜 DeNA ベイスターズジュニアの主将を務める長男匠選手の応援を兼ねたものだが、報道陣の前で小学生世代の育成論を披露する一幕があった。現役時代につなぎの打撃を信条としていた井端監督は、僕とはタイプが全然違いますよ、僕は小学生の頃からバントが上手かったですから特徴する、これから体がどう成長してどういうバッターになっていくかは分かりませんが、子供のうちはどれだけ伸びるか分からないので全員が飛距離を追い求めてホームランを追い求めればいい、そこが出発点だと思いますと持論を述べた。長打を狙う姿勢を求めるのは匠くんに限ったことではない、小学生はみんなとことん次の日は1メートルでも遠くに飛ばす気持ちでやってくれればいい、いつかはおのずと選択肢が出てくると思う、その時に自分で考えることで成長すると思うし上手くなると思います、やらされているようではなかなか、そして僕は子供の頃からバットを短く持てと言われていましたが、やっぱり打ちたかったですし打楽もしたいなと思っていましたよと付け加えた。これすごいな、本人は完全に小技の人だったのに現代の野球に適応しているように見える。現役時代小技が得意だった井端がホームラン進行、現役時代ホームラン打ちまくった阿部がバント進行、なかなか興味深いな。それな、監督ってなるとまた変わるんやろうな。子供の頃からバットを短く持てと言われていました、これやっぱ楽しく野球するって観点だと辛いわな。どう叩いたら飛ぶか、身体をどう使ったら強くはたけるか、まあ、子供の時にこそ身体で覚えたいところ。なんか安心したわ、日本代表でもバントバントだったらさすがに見てられなかった。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とはまた次回の動画で会おう。